始まりまりしたね、えー、どうもボボビートレーザーのボビー、えーーアレザのでえ今日はですね、えー、10月13日ですかね、えー、42回目のライブ配信であります。それでは、えー、オープニングムービーをご覧くださいどうぞ。 はいどうも改めましてボビーアートレザーのボビーです。ねえー、今日もね大阪のボビーアートレザーのアトリエからライブ配信をさせていただいています。ね、えー、今日のね大阪もですね、えー、秋晴れですねえー、っとアトリエにいるのが非常にもったいないぐらいの陽気ですね。えー、でまあ今日もですね朝からレザーをですね こう作業ねあのそのこのこ画面のですねすぐ隣のデスクでですね、えー、レーザーワークをですね、えー、やっております。でですね、えー、そうねこれぐらいからちょっとなんか羽織ったりとかねなんか多分ジージャン羽織ったりとかパ,ッパ,パーカー羽織ったりとかああね多分ちょちょっとこう昼間はまあ ええかもしれんけど夕方ぐらい、ね、とか朝とかねちょっと羽織ったりとかあとまあ首に、まあ、こうねストール巻いたり軽くね、えー、そういう感じにだんだんこうシフトしていっていると思うんですけどもでまあ,あの革ジャンがねはねそのまあ正直ぶっちゃけ <laughs> あの何、ー、て言うやろな暑いあの暖かいっていうようなものでもないよね。 うん、あのー、まあ中にそのふわふわしたものとか入れてたらまああったかいですけどまあ風を通さへんっていうかまあある程度ねで僕の場合はですねまああのー、例えばこういうレザーシャツの上に、ま、真冬ですよ真冬はあのこのレザーシャツの上にえー、パーカーをですねパーカーじゃないがごめんえー、とレザーのレザーじゃないなくてもいいや。 ダウ,ンベスト <laughs> ダウンベストをね上からこう羽織ってお腹周りとか腰とかねがあぬくい感じにしてねまあそれでよくちょっとねあのー、なんていうのちょっと寒いとこに行くときはねそうしてますねまあだけどまあ大阪の、まあ、この辺にいたらですね、えー、まあ電車で電車もぬくいし あのまあ梅田とかねあの街ついてもまあまあぬくいんですよもうほんまにあの汗かくぐらいねあのさやからあどっちか言うたら万博公園とかね <laughs> ああいうとこねまあこ,ここで言うたらですよまあまあよく出かけるとたら万博公園ですかねで万博公園とか行く時はもうそういう感じでえっ、ーねえーえー、となんていうダウンベスト。 をねえー、かこうあそれか、まああのー、薄手のパーカーの上にこうちょっと羽織ったりとかして、えー、そういう重ね着をね、えー、していますね。はい、でですね、えー、今日はですね、えー、まあ何をしゃべろうかなと思ってですね、えー、今日はあのそう革ジャンとかをですね、えー、オーダーとかね、えー、される場合にですねベストなシーズンっていつやろう ね、どう思います。ね。やっぱりこう、今ぐらいが寒いから、今ぐらいからがえんちゃうかと思ったりも。しますよね。で、で、であのー。ものすごい暑い時期に <laughs>。あのー、なんやろ。ね、こう。 わじゃんは着込んでちょっというイメージにはならないですよね。特にここ数年もう10年以上かなあのね30何度でしょうもう自分の体温よりもね、えー、温度ありますしねうんでまあけどですねあのオーダーとかされる場合でしたらねズバリ 夏なんですよね6月ぐらいからまあ8月ぐらいまでの間に、えー、まあオーダーをいただいてですね、えー、その間に、えー、そこからですね、えー、まあまあ、えー、型紙を作ったり、えー、なんかもろもろしてねで、えー、っと多分12月11月12月ぐらいにお渡しできるいう大体そういう感じのスケジューリングですね。革パンもそうですし でまあ他の革小物とかハットとかやったらまだあな、まああのー、時間っていうのもそこまで、えーあのー、拘束されないんですけど革ジャンとかだったらもうまる例えば制作とかで1か月以上も拘束と一緒ですからねずっとその他の <laughs> 作業も、まあ、多分こういう配信はまあ まあ何とかこうできると思うけどあの制作するゾーンに入ったらもうなんかこう寝食忘れて、えー、ゾーンはね毎日毎日、あのー、やっちゃうんでね打ち込んでのめ,りこのめり込むんですよね。うん、でだからその間は本当に例えばそのおーオーダーいただいた方ですね、えー、僕を独占するっていうか。 独占でできるわけですね <laughs> あーまあメールのやり取りとかあの進行状況というかなそれとか今こんな感じで進んでますとかあとまあ,あの例えば型紙を必要とされる場合でしたらねあのとあるっていうのを布でねえーこう革ンの型紙をする前のものをねえ作ってえそれを着あのこう試着して合わせてもらってねでまあそこでちょっとこう修正したりするんですけど。でまあ あので例えば僕が持ってるこの革ジャンを羽織ってもらってジャストとかやったらまあね本当、まあ、あのそこからもう僕の方で、えー、ちょっとこうデザインを、ね、カスタムしながらあ、ね、自分で型紙いけるんでねでそれまでは、まあ、僕の,あのいろいろこうお手伝ってくれてるパートナーさんにですね えー、相談しなながらなんでねやっぱりみんなそれぞれのスケジューリングがあるんで、えー、やっぱりこうある程度のこう含みを日程の含みをもね持たさなあかんからね、うん、なかなかあのそのやり取りとかあとね本当んにあいろんなとこ、まあ、シルバーのパーツやもろもろね、えー、いろんなところでね調整していきながらああの制作するんですけどね、うん、まあそんな感じですね。 えー、もしね秋冬に、えー、羽織りたいんでしたら夏真夏に、えー、オーダー革ジャンとかはね特にまあまあまあそれはボビーアートレードーに限ってかどうかは分からないですけど大体だけど、あのー、受注会とかねいろいろお店とかで、えー、されてるのは夏のものすごい暑い時が多いですよね。 そこでいろいろこうおね注文とかされてる方も、ね、そういう会社も多いし、まあ、僕の場合はもうおマンツーマンみたいな感じでまあねあのお一人お一人の方にそれぞれ、えー、ねあのもう1対1でされてあのやってるんでね。うん その間はもうずっとおねその方とのおやり取りか何かでおうんまあまあそういう,うねいやもう本当に電話,まあ電話もありますけどメールのやり取りとかねあとなんかあのおラインスカイプみたいなようなほらあるじゃないですかこういろいろなんでねうん今やったらまあズームもねやろうのできますからねうん全然できますしうんなんかそんな感じでね、えー こう打ち合わせをねさせていただいたりし,し,してるんですけどねはいでまあ今ぐらいの時期からでもお全然あの僕はもうオールシーズン OK ですけどねまあまあ,あの今からやったらまあお渡しできるのがあ2月う3月とか、まあ、まあちょっとまあま,まだねこういう寒い時期なんでね使えますけどね うんあまあ、僕の場合は割とーオ,ーオールシーズン OK ですけどね。うん、でまあおすすめなのは個人的にですけどおこ,あのこれ鹿の側のシャツなんですけどディアスキンはねの、えー、レザーシャツやったらあのおすすめですね、あのー、多少のカッチリしてないんで何て言うのなすぐなじむんですよあの肌にいいというかもうこれであれですよ鹿側ってね あの第二の皮膚とも呼ばれてますからね、うん、あの肌なじみがものすごくええですね、うん、ものすごいです。で <laughs> すディアスキンシャツを今までこう何着か作らせていただいてでやっぱりあの使ってくださってる方はですねあのあれですよおもうあのジャージのごとく着てますねほんまに、うん、あの程よく暖かいしあの柔らかいしね 何、あのー、て言うのなごわつきがないですしね、うん、でまあ,あのパターンある程度の型紙も割とこう立体に、えー、設計してますしねぱっ、うんまあ、と見はねあねそれは分からへんからね、うん、まあまあたたずまいはですね、うん、そんな感じでね、うん、多少こう肉付きが弱っなても伸びてくれるしある程度、うん、で最近はまあねファッションの傾向を見たらオーバーサイズのでね 着るファッションが結構多いです、ね、だけどまあ僕はタイトでピタッとこう体に沿わすパターンがかっこいいと思ってますんでねその辺はあのこだわりっていうかまあセブンティーズな感じのどうしてもピタッとこうね絞った感じでねこうなんていうのなうん。 ちょっとこう色気のあるっていうかね、うん、ジェンダーレスで、うん、そういう感じのファッションがやっぱりこうかっこいいと思ってますし、うんでまあ、あそんな感じですね、えー、まあもしねあの、まあ、ボビー・アトレーザーに限らずですけどもね革、えー、ジャンをですね冬に、えー、着たいなとこれからの季節にねあの育てていきたいなって方でしたらあー夏頃ぐらいにね お答えいただければ、ああ、多分お渡しできる機会があると思いますし。しえー、だいたいそんな流れだと思いますね。うん、多分ファあのファッション業界とかでもそうだと思います。ね、そんな感じで、えー、お話しさせていただきますけどね。今日はね。はい、えー、と、まあ、あのちょっとスマホをでね。えっと。見ましょうかね。あ、いろいろな方あ、町屋さんありがとうございます。こんにちは。青森も秋晴れです。 仕事場から飛びび出して遊びに行きたい気アハハ青森ね行ってみたいな昔ねあのー、一人でギターぶら下げてね旅に出たことがあって、まあ、それは北海道からあ青春18切符でこう、まあ、函館で、うん、一泊ちょっと野宿して <laughs>、えー、まあそのままあ青函飛んでるかなんかできてでった時ぐらいあと思うからでこう,こうね新幹線でふうたがって青森 ですよ。でついて朝早くついて今でも僕とんがあのー、あの電車ローカル線に乗ったんかなほんで朝早い時間へかこうしゃけどあのもうほんまにあのおとぎ話に出てくるようなねおばあ様がねあの背中の上がってこう布巾をこうねこうほっかむりじんかなほんであの何か,かね四角真四角のものすごい大きい箱をね あのこう風呂敷に包んでねあのこうおんぶして電車乗ってきてねあの僕隣にこうちょこっと座ったんですよねおばあ様うん何を喋ってるんかをあの話しかけられたんですよ僕もそうギター持ってあのなんかねっんか話しかけてくれたんですけどねニコニコしてなん一言も分かんなかったんですよねそのそのねえ記憶がね、えー 未だにありますね、うん、青,森青森ついてあのなんかねあなんていうの北札幌じゃあ,あ函館か函館の方がなかカラッとした感じでなんかねあの青森ついた方が日本の北って感じがしましたねなんか空気というか日本のおなんかこう北最北端というか。あ あのすごくねなんかわびさびを感じたあ十の <laughs> 頃でしたね <laughs> はいねあのー、またねなんか訪れてみたいですねうんはいあいろいろご覧いただいてますねあ坂本さんあどうもペルから寝る直前寝落ちしそうな今宵ですがあ楽しみにしていますありがとうございますあ鹿のシャツとか初めて聞きましたあそうなんですねあのね鹿のシャツはね あの非常にき気心地いいですね。まあ、マントでもええやろうし鹿、うん、はね程よくいいですね。うん、まあまあ,あの、まあ、価格帯は多少上がるんですけどもう,そもう全然違いますね。うん、まあ,、まあ、あの無理にと、ね、絶対にこれがないとあかんとかはないですけどね、うん、もちろん。あのそれぞれ、えー、の良さっていうのが絶対にあるんで。 うん、まあ僕ここの個人としての好みっていうか、まあ、まあ自分がまあ、あのー、触ったりとかあまあ自分がまあ何着かこうサンプル作ってる中でパッと手に取って羽織るのはほぼお鹿の革のね、うん、ジャケット羽織るもんですかね、うん、あのー、程よい重さとおあとまあ汗もある程度吸ってくれるし。 で、あのなんていうの、なんていうこうこ割とね通気性声優かどうか分かんないけどぺちゃっとした感じがないんかねあのなんかこうおおちょっとなんか何て言うのな綿をこういく綿をふわふわってやってさあのコットンでもいいかなあ、化粧品のコットンみたいなのあるんじゃないですかコットンみたいな感じの層が川の中にあるんです、あ,あるんかなそういう層で層を感じますね。 うん、でそれでまああのキャスケットとかねそういう柔らかいものとかあの肌に優しいものとかあと僕とかだったらねあのー、今、まあ、ちょうどつけてないけどあのネックレスとかチョーカーとかって、ねえー、あとあのこう腕にねこうつける時は大体、えー、鹿の皮でね編んだものを使ってますねはいこんな感じですねねはいえー、あ坂部さんま,まあありがとうございますこんにちはね いつもお昼ね、えー、見てくれてありがとうございます。そんな感じで,ですね、えー、今日もですね、えー、今日はですね、革ジャンをね、もしオーダーするんやったらね、シーズンはいつがエアロベストかということでね、お話しさせていただきました。また明日もね、えー、こんな感じでね、ゆるく、えーねえー、ライトな切り口の <laughs> 配信をね、させていただきたいと思います。 それでは今日も最高の一日をお過ごしくださいボビーでしたじゃあねバイ